昨日 TUF 本社を訪れたのは福島ユナイテッド FC の鈴木隼人代表、そしてもう一人来社しました。今シーズンから副社長となった辻上博明さんです。辻上副社長はかつて J2 のベガルタ仙台で選手としてプレーした経歴を持ち、妻はなでしこジャパンのキャプテンを務めた澤穂希さんです。妻からはナンバー2こそがベストポジションだというふうに言われておりますので自分の持っている力を惜しみなく発揮させていただきたいと。副社長はこれまでユナイテッドにはなかったポスト、新しく設けた理由を鈴木代表は、昨年 J2 ライセンスの取得に向けて全力で挑戦しましたけど残念ながら不交付になりました。その時に感じたのはやはり組織のですね、弱さを実感しました。チームを強化するだけではなくてやっぱり会社を強くしなきゃならないなという思いで今回大変をいたしました。選手として一線を退いた後は J1 の柏レイソルやベガルタ仙台でフロントスタッフとしてチームの運営を担ってきた辻上副社長、ユナイテッドの課題は経営面にあると考えています。J3 の平均が約 4.5 億で経営されておりますので、当クラブの場合は約1億の返りがあるという状況です。 J2 を目指すということであれば、この経営規模拡大、経営基盤の安定化というのはやはり急務だと思いますし、1億円の差をどう埋めるのか。ユナイテッドが今年特に強化しているのは経営の要、スポンサー収入です。この日辻上副社長は小峰営業部長とともにあるスポンサーのもとに向かいました。総合部品メーカー NOK です。 NOK はユナイテッドのユニフォームスポンサーの一つで、今年からユニフォームの鎖骨に社名を刻んでいます。かなりインパクトがあるんです。はい、またエンブレムの上ということもありますので、はい、映えますね。映えますね。いろんな事業所、工場の方から、はい、もうすごい写真欲しいねって話がする。あ、そうですか。出てます。ユニフォームスポンサーは広告効果が一番高いとされている分、協賛金の額もトップクラス。しかし NOK はユナイテッドへの支援は地域の活性化につながると期待しています。地域の活性化のためにやはりこういう形で支援できると非常に嬉しいというふうに思いました。お金が上がりますけどそこは大丈夫だという判断のもとでやりました。チームの好成績も相まってスポンサーからの協賛金は開幕前の時点で去年より 20% ほどアップしています。お疲れ様でした。その時間はかかるかもしれないですけども、その地元福島にやっぱりユナイテッドあってよかったねと言ってもらえるようなクラブっていうのを作っていきたいなと思っております。あのクラブを根底の部分からサポートしていただいているというところで、クラブも結果という形でそのご支援に報えるように頑張ってまいりたいというふうに思います。悲願の J2 昇格へ、その本気度はチームの編成にも現れています。今年チームの指揮を取るのは服部俊博監督。現役時代日本代表として多くの試合に出場し、その手腕は他のクラブからも高く評価されていましたが、服部監督はユナイテッドを選びました。やはり若い選手が多いですし、上へ向かうっていう姿勢は、ね、あると思ってたので、まあ、そういうところと共感しちゃったんですね。服部監督が率いるユナイテッドは開幕から2連勝で現在首位。あさってのホーム開幕戦に向けて気合が高まっています。アウェーで2勝できて非常にいい形では来ているので、次ホームでも勝ち点3を取りたいと思います。今まで我々フロント側は実は弱い部分が正直ありました。逆にチームの方が先行して設備を上げていましたので、多分僕らが負けちゃいけないんじゃないかと。